微徳のナ七原徳とは、カトリック教会の教義における七つの基本的な徳を言う。古代ギリシアの知恵、勇気、節制、正義の四つの数要徳に、新約聖書のパウロの手紙に見られる、信仰、希望、愛の三つの徳を加えたものである。カテキズムにおいては、徳を人間的徳と耐震徳に分け、四つの数要徳を人間的徳の中心的な役割を果たすもの。 信仰、希望、愛の三つを大神徳とする。四つの数要徳については、プラトンやアリストテレスの著作に見える。三つの大神徳は、新約聖書のコリンとの信徒への手紙113時13分に見える。プルーテンティウスによって、西暦400年頃に書かれた空意的なラテン語叙事詩プシコマキアは七つの美徳が七つの悪徳を倒す、物語である。 その七つの内容は、現在の七原徳や七つの大罪とは、多少異なっているが、美徳が七つあるという概念はこの書によって、一般的になった。七つの大罪に相対する存在として、憤怒寛容、嫉妬自愛、強欲分別、傲慢中に、暴食節制、色欲純潔、怠惰勤勉、とする説もある。トマス・アクイナス、進学大前の第二部。 第一部の門61で、数用徳について、門62で、耐震徳について取り上げている。また、第二部では七つの徳のそれぞれを取り上げている。七元徳を題材とする、美術作品は数多く存在する。それぞれの徳は多く女性、または天使として図像化される。ブルーゲルの版画作品は特によく知られる。ありがとうございます。